これね去年のね年末ですね届きましたね箱の中に箱ですねあここにもものが入ってちょっとこれまた後にねシャイニングの文字が入ってる正式なね箱なんですねこういうことですか3ヶ月ぐらい2ヶ月ぐらい放置してたんで楽しみですね、まあ、破っちゃおう俺は こちらですね。映画シャイニングのですね、双子ですね。グレイディツインズのお人形さんです。ここにね、ちょっとマテルって文字見えるかなアメリカのね、おもちゃメーカーさんなんですけど、このマテルさんが2010年からね、展開している女子高生をね、モデルにしたね、ドールシリーズがあるんですよ。これですね、モンスターハイっていうシリーズなんですけど、キャラクター設定がね、ドラキュラとかハンギョジンとかゾンビとか、ホラー系のね、モンスターをモチーフにしているっていうことなんですけど、アニメにもね、なってたりするんで、見たことがあるっていう人もいると思います。今回はその モンスターハイと映画シャイニングがコラボ商品としてね、双子のね、えー、グレディッシュイを発売したっていう流れなんですね。えー、なんかね、企画としては、そのおもちゃメーカーのマテルさんが75周年記念としてね、マテルクリエーションズっていうハイエンドのね、販売路線を作ったんですよ。で、それがなんかアーティストとね、積極的にコラボしましょうみたいな路線らしいので、モンスターハイのデザイナーさんがシャイニングを使ってお人形を作ったっていうようなことなんでしょうね。で、発売されたのはね、2020年10月なんです。 ですけど、限定版みたいな感じだったんで、速攻売り切れちゃったんですよね。ただ追加でね、オーダー受け付けてるみたいな話があったんで、海外サイトから僕も予約をしたっていうような感じですね。お値段がね、75ドル2号円でね、8000くらいだったんですよ。最終的にね、送料を含めて、えー、19000円くらいで <laughs> 買いました。結構 <laughs> 張りましたね。えー、で届いたのが2020年の年末ということで、正面にはね。 えー、まあ実際の商品の写真と映画のロゴマークですね。裏面にもロゴマークとね、グレディツインズドールとありますね。あとはテニスボールが転がってきたところのイメージですね。こっちには実際の商品のドア,アップの画像というようなところかな。開けたいんだけど、テープビリビリだな、これ。ドライヤーだね。完璧だ。ここはしっかり折っていいのかな。綺麗に開けたい。いきます ま、こんなことですよ。CG で改めて書かれた廊下の柄をね、背景に使っているというようなことですね。大人っぽいなぁ。ネットで見るより小さいけども、かなりしっかりしてるという印象ですね。なんかね、開け方が、なんかややこしいらしいんだけど、こうやって、はい。これで、出た後ろのこう台紙に張り付いている状態で、あーなんか見覚えがあるね。 ブライスの動画でこんなに見覚えあるけどあなんか台座が入ってんのかなはいえ取れないねなんか頭の方が頭が取れないねなんでこれ外しちゃおうもうあ取れたあなんかすげえついてたおいしょこれで取れるでしょうあれなんか残ってるけどえな何これえな何これすご髪の毛が何これ 固,い固められてる状態なんですねあそういうことなんだってことはこれずっとこれ残るのこれえマジでえー、<laughs> これ残っちゃいましたけどねこの後が <laughs> いっかじゃあ1体も取り出したじゃあもう1体も取り出そう取れましたとりあえずねここの後頭部の押し込んだらはい消えました台座がこうくっついていたんでこれもね作っておきますか 台座はこんなものでなんか書いてありますねあモンスターハイトありますね。えー、で、これで支柱を差し込むだけなんでしょうね。はい。じゃあ、これで立たせてみましょう,こう。おかしいでしょう。腰入んないからね。<laughs> 何なのこれ。じゃあ、まあ、台座おいおいということで。結構立たせるのも難しいな。まあ、むずいわ。<laughs> まあ、こういうことか。 はいはい。自立したね、まあ。映画に登場したのはね、リサルイーズ・バーンズ姉妹ということで、バーンズさんという方が、えー、出演しているわけですけど、お顔はね、特に似せているということではないですね。とにかくね、姉妹ともに顔はね、全く同じ造形ですね。なので、えー、一体は置いときましょう。ちょっとね、久々のフィギュアレビューなんで、なんか取り回しがどうすりゃいいんだっけって感じですけど、えー、まあ細かく見ておきますか。顔についてはですね、映画の劇中の少女のイメージというよりは、 モンスターハイというキャラクターはこういう表情なんでしょうか率直なところ、アンジェリーナ・ジョリーのようなお顔にバチッとね、メイクがされているというような状態ですね。唇もね、口紅がしっかりピンク色を塗られています。顔色はやっぱりね、目視で見てもかなり死人のような肌の色になっていると。そしてえ、ここですね。ここ劇中ではですね、お花の髪飾りがついていたんですけども、ジャック・トランスの斧をね、モチーフにした髪飾りがついているということで。そしてね、 髪がままた特徴ありますね、えー、普通のね、ドールヘアかなと思っていたんですけど、触ってびっくりでした。かなりね、ヘアスプレーで固められているような状態。触ってもね、ほら、全然髪動かない状態で、ムニムニしていますね。後ろのね、ヘアアレンジに関しても、ここ巻かれていますけども、ガッチガチに固められています。多分ほら、もう音が。 コツコツ言うぐらいのガッチガチです。で、お洋服に関してはかなりね、高級な作りにはなっています。多分映画のイメージよりもですね、何かさらにアレンジを加えて可愛く仕立て上げられたというような感じですかね。この腕のあたりの、ね、レース具合、透けているんですよ。ドレスの質感自体が、こう、シャリシャリしてるんですよね。生地が、 こう分かります指を入れるとね色が透けて見えるような質感のある生地になっていますねで普通のね水色というよりは若干グリーンがかった水色というようなところで多分ね画面で見るよりも、うんまあ、この淡い感じすごくふんわりした色合いで可愛いなという印象ではございますで下の辺りもすごいねあこれちょっと二重になっているんだこういう状態はいめくることが できるディボンに関して言いますとかなりねセンターから外れていますねかなりずれているだけどこれってね縫い付けられている状態なので、えー、まあこれがデフォルトになっちゃいましたねこれは個体差なんでしょうそして靴下ね、まあ、特に ありませんか。そしてパーツとしましては靴がね一番特徴があって劇中からもかけ離れたデザインになっているんですけどもヒールがあるんですよね実際はね劇中ではヒールのないメリー・ジェーンと言われるパンプスのような靴を履いていたんですけどもヒールの部分にですね映画「シャイニング」の中に出てきた迷路のねイメージがあしらわれているとそしてねこの迷路とともにキリンのねイメージがす ここにありますけど、これが何かというと、映画の中には登場しません。シャイニングの原作の中には登場しますし、テレビ版のシャイニングには登場してましたね。えー、動物をね、模したね、植栽なんですよね。それをイメージしたヒールになっているということですね。 これは今後現れることないであろう珍しいアプローチですよね。裏側はちなみに何もありません。このパンプスみたいなね、このメディージェーンと言われる靴に関しましてはかなり劇中のイメージに近いんじゃないでしょうか。キューブリックテンのね、靴も貼っておきますかね。えー、本物に近いイメージですが、まあヒールが圧倒的に違うという。 可愛いらしいですね、これね。まあ、こうやって2体ありますけど、基本的にね、ああ、楽した。作り同じなので、まあ、2体あるボリューム感はすごくね、満足度高いですけど、かなりまあ、シンプルな商品ではありますね。可動も、なんとなく見ておきますか。首はですね、回りました。若干、髪に干渉するけども、回りますね。上下に向いたりとか、そういうことではないらしいです。肩に関してはね、このね、斜めの状態で、えー、ぐるっと1回。 回転するというようなところだけでお洋服が干渉しちゃうからあんまり回さない方がいいのかな。あ肩はでもあれか。肩開くこともできるんだね。で、肘に関しては、えー、まあ90度ぐらい。90度ぐらいって感じ。手首もただ回るだけですね。あ、でも違うね。こうやって前後に折ることもできますと。えっ、ー、とね、スカートの中は普通にリカちゃん人形っぽい。履いているのかなこれパンツ履いているのか。うん、まあそういうことですか。あんまり見せるとあれまあいいでしょう。 稼働は非常にシンプルで、前後の開脚ができますというところで、ちょっと横でも開くなり、一応。でもなんかあれだね、今触った感触だとすぐ緩くなりそうな印象があります。膝も90度ぐらい回すこともできます。はい。まあ立たせるときに踏ん張りやすいのかな。足首とかは動きませんし、きっと靴も脱がすことができるんでしょうけど、これ、 怖いからやめましょう。腰の可動はね、えー、回すこともできないし、折ることもできないと。ちなみに、えー、着せ替え人形になっているので、えー、脱がせることも可能ですね。はい、このような形で。まあ、脱がせるのはやめよう。めんどくさい。でね、で、それぞれね、右手と左手がね、独特の形状してますけども、劇中のように手を結ぶことができるということらしいですね。ちょっと挑戦してみますか。これ台座に立たないっていうのが非常に厄介なんで、あ、これでいいんだ。 OK, OK. 首に差し込めばいい感じでした。無理やり首に差し込むことができました。強引に刺そう。はい。まあ、こうやってね。はい。あ、いいじゃん。あ、いい感じ。あ、いい感じですね。あ、いったね。手も結んでくれました。こんな感じね。できた。はい。まあ、そんな商品ですねって感じですか。 だけど、ちょっとね、まだパーツありまして、それ紹介しましょう。で、そのパーツというのが、この台座にね、くっついてまして、先ほどもチラチラ見えていたと思うけど、ルーム237、ルームキーがついているということで、特に別に稼働もしないし、取っちゃうとね、なくしそうだからもうこのまましときますか。そして、オールワークノープレインメイクジャックダルボーイの、タイプライターの紙と、これね、 これは初登場じゃないかな今までのフィギュアの中でも多分作られたことがないと思うけども、ダニーに向かって転がってくるテニスボールですね。これ珍しいですね。で、一応これも紹介しておきますか。冒頭のね、段ボールの底面に入っていたコンセプトアートみたいなものですね。なんかモンスターハイのリードデザイナーとして、レベッカ・シップマンという方がいるらしいんですけども、今回のこの商品のプロダクションデザイナーだったということですね。その方が書いたコンセプトアートのまあレプリカが 入,入されていいるととうことででね、ここにね、番号書いてあるんで、まあ、500分の52ということなんで、多分この500個限定でこのコンセプトアートが付いているということなんでしょうね。まあ、プラスアルファのおまけですけどね。今回そんなところですかね。女の子のおもちゃというのが、ブライス人形もそうでしたけども、取り回しがね、難しいなという印象がかなりね、根強く残ってしまいました。これまでもね、シャイニングのフィギュアといいますといろんなものをご紹介してきましたけども、これが一番最初にご紹介したものかな。ファンコポップの双子のフィギュアということで、そしてこ これが、えー、メズコトイツさんが発売した、リビングデッドドールズの双子のフィギュアということですね。まあ、どっちがいいとかっていうのはね、もう好みの問題だと思うので、今回のマテルさんが、フィギュア本体は26センチぐらいって感じですかね。特に今回はね、かなりこういう靴だとか、この辺の斧だとかっていうのも遊び心のある商品だと思いますし、でもどうなんですかね。まあ、顔だとかっていうのも明らかにね、モンスターハイというそのキャラクターの方向を向いてますし、好みは分かれますけども、 どれが欲しいかというと、僕は正直、リビングデッドドールズよりも、こっちのマテルさんの新商品の方が、まあなんかよりシャイニングっぽいというか、こう質感がね、面白いフィギュアなので、好きかなという気はします。ファンコポップもね、侮れないんですけどね。まあこれが一番原作に忠実なフィギュアですけどね。これはまあ、他の動画でぜひ。 ご確認ください。これも非常に優秀な双子フィギュアですね。まあ、そんなところですかまあこの双子に限らずですねキューブリック関連のフィギュアについてかなり買い集めてはいるんですが全くね動画を作る暇がないというかちょっとね忙しい時期が続いてるんで、えー、またねちょっと時間がオフになった時にねどどどっと作って更新していきたいなと思いますまあ、今後ねちょっとね楽しみな商品もねいくつかあるんですけども早く届いてほしいなと思いつつそんなところで今回以上ですねありがとうございました